連隊広報協議会が車両操縦と野外炊事能力の向上を目的に滝川駐屯地で行われました。頑張ります。タイヤ亀裂摩耗。よし。よし。よし。これでよし。よし。よし。下回り。よし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 。冷却線異常なし。はい。押しは点検。押しは点検。押しは異常なし。ワイパー。ハザード。点検終わります。今日のメインにつきましては唐揚げで、2度揚げするために、今1度揚げして油落としていきたいというふうに。今ご飯の方を、下と上硬さがバラバラなのでそれを均等に混ぜるために攪拌っていう作業です。新規状況もあと唐揚げ揚げるだけでほとんどのやつはもうできてるんで、そこは完璧です。はい。難しい、やっぱ唐揚げの
っているじゃないですか。はい。完璧です。そうですね。油の温度とかちょっと難しかった。時間があるな。まあ、味のしっかりついた方と、まあ、あっさり食べれる方の2種類を一応つけます。自分その唐揚げの下味の準備はマカロニサラダの味付けなどを担当しました。大丈夫ですか？美味しくできました。第10即応機動連隊、初代、再生人上級総長準陸医島田圭司です。主にですね、指揮官の補佐とあと準装置に対するですね、教育支援等を実施をして、後輩育成というところを実施しております。今までは、一つ職種、普通科というところで、やっていたんですけれども、機動連隊になってですね、8職種の今後部隊というところで諸職種が入るというところで、コミュニケーションを一番に考えています。全国全土各地からですね、よりすぐりの隊員が集まってきてますんで、もし、よろしければ体育館の方に、来ていただければいいかなと思います。以上です。本部管理中隊第3課の大見2曹です。30年の、2月から、各中隊1名ずつ、マークのデザインを考えてくれと言われまして、最終的に自分のデザインが選ばれました。第10普通科連隊のマークが、ドラゴンをモチーフにしたものであったので、その伝統を継承する上でもまずドラゴンは欠かせないなと思いました。でプラス10という数字は残すということで、最初数字か漢字か迷ったんですけど、数字の10が一番しっくりきたので、数字の10とドラゴンを足したらこの形に仕上がりました。まあ、正直ちょっと恥ずかしいなとは思いますけど、こういう風なデザインがこう周りの人にも知られていくんだなと思って、自分の中では非常に満足しています。誇りに思います。